政治についてが一番わからないというか考えづらくて、うん、はい、神と政治が結びついてるっていうということをそもそもね、そこまで意識したことがあまりなかったので、学校では習ったけど、ね、本当に、ね、難しい。その場で習ったけど、でも実際働くともう業務に追われてしまって、政治とかまでつながらず、でもきっとなんか自分たちが困ってることとかが変えるにはきっとそうやなきゃ、政治とか変わんないときっと変わんないんだろうなっていうようなのも、その忙しさもきっと私たちがどうこうしてもある程度しか変わらなくって、きっともっと上の方で変えてもらわないとダメなんだろうなとは、うん、なんとなく漠然としか分かってない。全国にこう何人いるのか、その看護師さんの、ね、あのみんなの意見とかが、ね、ただこう言ってるだけじゃ届かないので、まあ、連盟があると思うんですけど、去年ファーストレベルに参加させていただいたときに、やっぱりその国の政策、いろんな政策とか決定事項がこんなに直結してくるんだってことを、やっぱりナバーのその公民の中で聞く中で、ちょっと私無関心すぎたなって思うところがありまして、やっぱりこれはきちんとスタッフに伝えていかなくてはならないことだしとか、そういうふうに思えたのが遅すぎたんですが、そういう時はやっぱり研修という形は大きな私へのきっかけだったかなと思っています。管理に行かせていただいたんですね。その時に、講義で、特別講義がありまして、そこに石本茂さんがいらっしゃって、お話を聞いたことがあったんです。でその時に石本さんが、その島津さんが、看護部長で、まあ、看護師をやってた頃は一人夜勤でって言って、亡くなった人がいた時に死人を背負いて礼拝室まで連れてったって言うんですね。こんなに私たちのためにいわゆる二人夜勤、その当時二人夜勤だったんですけど、二人夜勤にしてもらったのも石本さんたちじゃないかって、こういうふうに頑張ってる人たちがいるっていうことは、私たちもそれに応えるように頑張らなくちゃいけないっていうふうに感じたのがその時だったんですね。それから比較的一生懸命政治に興味を持って、看護と政治っていったところではなるべく関心を寄せるようにはしてるんですけれど、今まさにつながってるなというふうに感じますね。こうやって私たちの意見というか、こう看護の現場の生の声っていうものを聞いていただいて、まあ、それを高倉先生が政治につなげていっていただけるということで、まあ、本当に今まさにそれが政治と看護がつながってるって実感できる瞬間ですね、はい、まずもう最初のケアの段階から、憲法のあれ何条ですか、生活の質を保障する憲法を、それを健康上にこう問題を持った人の生活をに関わるということが根本的なところがまず法律に関わっているなと思うんですね。でそういう意味では本当にこうもう生活全般ですから、福祉とかあらゆるところと同じなんじゃないかなっていうふうに思っているんですけれども、で教育の中でもそのことは憲法から掘り起こして、基本的人権とかそういうことで補助官法はそことの関連で作られているんですよっていう話はするんですけれども、学生はちょっと私はただ人のお世話をして喜ばれたいからこの職業を選んだのになんでっていうふうな、ちょっと違和感を持って最初受け止めるみたいですけれども、私はそういう気持ちでずっと接しています。私はやはり政治っていうのは私たちの、まあ、看護師の、質もそうなんですけど、守っていただくいろんな現場の問題点ってあるんですよね。数の問題であるとか、夜勤時間の問題であるとか、働けない人たちをお母さんになった人たちを時間で働けるスライド勤務を作るとか、そういうところにはやっぱり政治がないと私たちがいくら言っても届きませんので、そこにはどうしても代表を送りたいと思うんで
ですね。その私たちの持っている問題点を代表で国会に出していただかなければ何も解決しないんですよね。あの愚痴でしか終わらないので、それはぜひぜひね、あの団としても国会議員を送って、国でそれをあのドクターもいるんですけど、ドクターと同じぐらいのレベルに行けるようにやっぱやれば、みんな一生懸命あの大学行ってる人も大学院の人たちもたくさん、これだけ私たちは質を上げるために教育をあの伸ばしてきたんですから、その人たちをやっぱり生かす方法を考えるにはいくら下で言ってもダメなので、やっぱりこれは国の、あの政策として生かしていただきたい。